あなたは誰？あなたは誰？あなたは私の声を聞けるのね。これは私の夢。私はもう一人の私。この声が届くならきっとあなたは私と同類なのね。お願いがあるの。もう一人の私を探し出して。きっと会える。だってあなたは私の夢に触れたんだから。繋がれた狼を解き放たなきゃ。くん？みなぎくん？みなぎくん、起きなさい。少しは目が覚めた？みなぎくん。っていうかね、君たるみすぎ。それでも手加減したんだよ。もう一発はたいて頭すっきりさせてあげようか。反省したみたいだし。
コーヒー。呼んでたわよ。早く顔出さないと。はい、そうでした。入る前から呼んでおる。一部始終見ていたとも。時間がもったいない。本題に入ろう。黒澄町長からの依頼がうちの課に回ってきた。どうやら町長の娘が行方不明になっているらしい。娘の名はジナ。その娘の捜索に当たってほしい。それが依頼内容だ。
もしそうなら、それに越したことはない。家出先から連れ戻してやれ。町長は曽祖父の代から黒住町をまとめてきた有力者だ。後者としても彼の依頼は無視できんよ。他に質問はあるかね。問題ないなら早速だが町長と会って話を聞いてこい。娘の失踪について詳しい状況を説明してもらえるはずだ。それは却下だ。不満か？話を聞くだけなのに横暴な武器を担いでいくつもりか。町長が腰を抜かすぞ。その代わりと言ってはなんだが、今回はパートナーをつける。二人仕事だ。手分けが必要な場面もあるだろうからな。一緒に呼んでいたからな。私の決定に不服かね。これが行方不明になっている娘だ。詳しいデータは君たちの PC にメールで送信してやる。頑張って事件解決するぞ。久々の外回りだからね、張り切ってレッツゴー。